皆さんこんにちは、荻上チキです。さまざまなテーマについて話していくチキズトーク。今日はですね、学校の校則についてシリーズで話していきたいと思います。今学校の校則がおかしいということで話題になるようになってきました。ブラック校則という言葉を使ってその校則を表現する方も多くいらっしゃいます。僕たちはですね、それら校則を問題校則というふうに呼んで、その実態というものを調査し、その問題点というものを改善するように今訴えかけています。今の校則がどうなっているのか、いろいろな問題校則があるんですが、代表的なものは、茶髪禁止であるとか、あるいはそのパーマ禁止、こういった学校の校則があるんですね。で、その一方で生まれながらの髪型がパーマだったり、あるいは生まれながらの髪の毛の色が黒くなかったりする、そんな生徒に対しても黒染めを強要したり、宿毛を強要したり、あるいは地毛証明書とか親の一筆とか、あるいは子どもの頃の写真を持ってきなさいというような指導を行われていたりもするんですね。こういった指導の背景には、学校の考えとして、日本人は生まれながらにして黒髪ストレートであるはずだというような思い込みというのがあるんですね。で、私たち調べたんですよ。実際に日本人の生まれつきの髪型ってどうなってるのか、実は私たちが調査するまでこうした実態について明らかにされているデータというのがなかったんですね。で、幅広く調査をした結果、実は生まれながらに黒髪ストレートだというような日本人の割合というのは6割しかいなかったんです。ということは4割近くの方は生まれながらにして髪の毛の色が黒ではない色か、生まれながらの髪の質がパーマだったり、そういったようなその方が実は多いということなんですね。で、実際、パーマというふうに感じている方が3割近く、そして黒ではない色だというふうに感じている方が1割存在するということになっているんです。ということは、実際には日本人は生まれながらにして多くの人たちが黒髪ストレートでないにもかかわらず、なんとなく黒髪ストレートであるべきだというような価値観に従って、学校では髪型を変えなさい、髪の毛の色を染めなさい、そういったような指導がされていたりするんですね。で、私たちの調査団体のところにもいろんな当事者の声も来ました。髪の毛を染めることを強要するということが一体どんな問題を生むのか。一つは健康被害、月に1回とか月に2回とか髪の毛を染め続けなくてはいけないということが、頭皮に対する、そして髪の毛に対するダメージを蓄積します。もう一つは経済的被害、それはですね、月に 1,2 回自腹で髪の毛を染めたり、あるいはストレートパーマ当てたりということが必要になってくるわけですよね。そうするとそのお金というのは各家庭で払わなくてはいけないということになってしまうわけです。学校側は染めてこい、お金出すからとは言ってくれません。染めてこい、お前の金でというふうに言ってくるんですね。こうした問題というのがあります。そして3つ目は差別の助長ですね。黒髪でストレートであるべきなのにもかかわらず、あの生徒はそうではない、そうしたような視線を学校の先生が率先してですね、子どもたちに振りまいてしまう。あの子は不良生徒だ、あの子は変わった髪型をしているんだ、そうしたようなメッセージを発信してしまうということになるわけです。で、こういったさまざまな問題が、生まれ持ってきた身体が他の人と違うと思われてしまうことによって発生してしまう。これが黒髪指導などの頭髪指導の問題点、その一つなんですね。学校の校則にはいろいろな問題点あります。髪の毛をなぜ自由にしてはいけないのか、服装をなぜ自由にしてはいけないのか、いろんな問いを投げかけることはできると思うんですが、少なくともこの黒染め強要、この問題に関しては統計的な根拠がないだけではなくて被害が明らかである、こういった点からも直ちにこうした黒染め強要の校則というものは改めなくてはいけないというふうに思います。皆さんもぜひ問題校則について一度自分事として考えてみてください。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。